どうも YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。中村です。ブロックです。シャー君です。キトキです。マルです。ヤンです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。はい、今回僕たちはエンダードラゴンに記憶を奪われてしまったということで、クラフトできないという縛りの中で、エンダードラゴンにリベンジするという企画をやっていきたいと思います。だって、はい、クラフトはなしです。クラフトはなしです。なしです。縛りですよ、今回は。今回は。質問です。リベンジしてやるぞ、エンダードラゴン。岡村さん、質問です。はい、はい、質問です、はい。はい、何ですか、キリアンさん。エンダードラゴンに行くためには、エンドに行かないといけないんですよ。そうですね。エンドに行くためには、エンダーアイが必要なんですよ。ってことは、クラフトができないのは、致命傷。これ無理ゲーじゃないですか、中村さん。いやいやいや、ちょっと話を聞いてくださいよ、皆さん。ここでスマイルさんからの解説が入ります。スマイルなんとですね、はい、選び人がエンダーアイを交換してくれるらしいんですよ。こっち見て喋ろうよ。どこ見てんだよ。どこ見てんだ。こっち見て。スマイル動くな、お前。どこ見てろ。すげえな、お前。どこ見てんの。はい、じゃあブー誰だよ。いいから、はい、説明で説明してくださいよ、エンダーアイ。はい、スマイルさんの解説をお願いします。はい、村人がエンダーアイを交換してくれるらしいんですよ。何でエメラルドで。じゃあそのエメラルドはどうやったら手に入るんですかね。スマイルさんで、それも村見つけるしかないじゃん。まあそうだね、村がないと、ね、村探すしかないのか。じゃあとりあえず村探しか。あっちかね。とりあえずあっち。どっち？こっち？二人とも向いてる方向に逆で。こっちか。ピラミッドあんじゃん。あれ、ピラミッドじゃね？埋まってない、あれ。マジ埋まってるの、あれ。とりあえずあんま近づかない方が、近づかない方が。ピラミッドって入ってなんかいいことあるの？いいよ。いいことあるよ。どこか。スルーして村探しに行こうよ。村探した？なんか見るんだけど。あれ村じゃね？あ、本当だ。早い。あれ村じゃね？幸運じゃね？これ。まさか、リスポーン地点にこんな近いと。行こう行こう。まだ川渡る必要ねえじゃん、これ。あ、それな。なんでこっち来たんだよ。それな。まさかの川こっち渡ってきた。え、あれ洞窟じゃん。あ、本当に川か。いや、洞窟は。洞窟は無理。洞窟は絶対。すでーん。行ってはいけない場所だね。だってもう石炭すら回収できないんだよ。そうだよ。そうだよ。行くでも意味ない。何すんの？気合いだ。素手でも何も石すら手に入らないという。辛いな。もう無理。桑も作れないから村にある畑をそのまま使うしかないじゃん。そうです。そうだね。ジャンプしたらもう本当に村頼みじゃん。これジャンプしたら殴るよ。村頼みだよ。この企画本当に村頼みだ。やばいな。村人コースねえから。村人いっぱいいますね。そう、村人が交換してくれるからさ、村人なんとしても死守しないとこの企画全く進まないからね。お、あと防具火事エンダーなんだっけ。エンダーアイ、エンダーアイかエンダーアイくれるさ、誰だ。ボクシー探そう。この人シルクタッチのエンチャント本ボンくれる人だ。でもエンチャント本もらってもその本をエンチャントする何かがない。カナド。なんだろう。カナ。カナド。カナ。カナボコ。カナ、どこ。カマボコ。カマボコ欲しい。カマボコか。カマボコどっかに落ちてなかったっけ。あれは出ないか。魔女の家とか。出ない。あれはオーガマだっけ。ウィッチの家。え、なんでそんなしてんの。え、いや、そこはいいだろ。鍛冶屋。そうだよ、鍛冶屋とかあるでしょ。鍛冶屋。あれ、なんか誰か土置いてる、ここに。もう、これは。チェスタル。チェスタル。ここ来るんだからさ。おい、みんなチェスタルぞ。お、何入ってんの。ここはまあ、全員集合。チェスタルぞ。撮影役のブロックさん。はいはいはい。あれ、一人いない。あれ、いる。スマイルは。スマイルがいない。これで石炭が取れるから、石炭取れればかまどが使えるよ。
じゃあさ、チェストもっと分かるところに置かない？誰か。あ、作れないからね。じゃあ、これしか。チェストをスポンジ店の近くに置く。はい、それか、家、今からじゃあ家作りに行こう。野外に置いたらクリーパーさんに。じゃあ次で家作りに行こう。あ、家作る？じゃあ。この村は一回離れた方がいいと思うけど。じゃあ夜襲われちゃう。チェスト破壊していい？素手で。うん。素手で OK だっけ？じゃあ、どっか。大丈夫です。素手で棚を壊せると思う。壊れた。じゃあ、どっか。とりあえず土みんなかき集めて、かき集めて。よし、じゃあみんな土かき集めるぞ。かき集める。あれ、ダートハウス。汚いな。土で突破作るぞ。突破し。あ、もう豆腐でいいよ。お豆腐。土の豆腐ってまずそうだな。じゃあ砂の豆腐する。本当に美味しくなるのかな、なんか砂の豆腐だ。世界一まずい食べ物ぐらいだよ、多分。そうだね。いや、持ったな。持ったね。持った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 。あ、痛い。腹減った。腹減った、腹減った、腹減った。土の豆腐食べていい？土食え、土。土食え、土。土食え。ガシ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 。サボテンあげようか。サボテン食えんの？サドッキー食えないの？あれあった、あれそろそろいいっすけどね。あれ、なんだっけ、畑、畑一人一スタック分ぐらい集めたらいいんじゃない？そんなことないけど。畑あん、あ、畑畑あん、あんじゃん。これさ、畑囲っとかないとまずいよ、多分。こう、こうぜ、こうぜ。じゃあ、囲んだ先、家作るが先。家作っていいかな。俺はちょっと村人さんの家。村人が家作っていい。じゃあシャー君とジェフとかで家作ってるわ。じゃあ、そっちの家で行こう。じゃあブロックも家作って。オッケー。ドアはこれくらい？パクってこれないから、村から。あれドア壊せない。あ、そっか、村人死んじゃう。重要だから。じゃあチェストも止まんねえかね、行くよ。え、でもさ、村人いない家あったよ、確か。高さ2にした方がいい。取ってくる、オールドア。あ、待って、でもここ、モンスター湧くよ。チェストのドアは開ける？あ、あげよっか。誰もいないさ、寂しい家だったと思う。いや、ちょっとそれ。そんなあげる？いや、俺もつぶ意味な。あ、ここはもうドアすらないのか。てか、あれチェストこれちょっと上げられないっすね。バカかな。あ、待って、こいつこいつこいつ、まあ、いるよいるよ、ここにいるね。とりあえず村人、あーちょっと君たち自由奔放すぎるよ。いい、これじゃない。回復する。シャー君、何？シャー君、何？シャー君、ドア持ってきたよ。どっから持ってきたの？キリアン、キリアン、キリアン。はい。じゃあ、村人攻撃さ、俺のやってる風にしない。こうすれば攻撃されないし。いや、それだとされるよ、多分。はい。されない。俺やってる。そうさ、みんな腹減ってきてね。本当？やばい。ガシガシ食らってる。ゾンビ食らってる。お腹すいたい。食わ、食わ、食わない。その痛い。お腹すいたいって何？お腹すいて痛い。なんかガシガシ食らってる。え、でもこの中でもモンスター湧くんでしょ。湧くね、そうだね。絶対に村近づかないで、クリーパーが爆発すると困るから。ああ、だから夜はデスルーラー何もしないで、もう夜は貸して、うん、いいと思う。オッケー。あれ、なんかドア破れてね。破るの？おゾンビドア破る？破らないし、破らない、破らないならもうほっといてよくない？どうせ夜になったら村人みんな中入るし。うん、あれ村人抜け出してる。あれどこ？え、とりあえずも夜になったから近づかないで。で、あ、ね、じゃあ、じゃあ、え、じゃあ家でどうすんの？家で何すんの？え、もう狩りまくり。あ、野戦ね。野戦して、はい、絶対に家の中に敵が近づかないこと。こんなチェストすごいとこにある。まあ、爆発された時にも一応保護はされるぐらい。なるほど。拠点は完成したものの、彼らに安息の地などなかった。止まらないモブの襲来と謎の深し去って長い夜が明けた。その先にあるものとは。次回、野戦は続くよ、どこまでも。お楽しみに。